じゃあ、じゃあ、わちりんこ。はい、はい、いいって言わなくていいんだ、いいんだ、いいですよね、もうバリエーション変えないともう1年経ってるんで。はい、ということで、今回ですね、はい、あと久しぶりに一人の選手を掘り下げシリーズちょっとやっていこうかなと思いまして、今回ヤクルトスワローズの若き主砲村上選手について、豊さんにお話聞いていこうかなと思います。いやーもう、はい、目つきがいいね。おー、目つき確かに目つきがいいですね。顔つきがいい。はい、やっぱり勝負してる目をしてるよね。うん、あの目は。バッティングはキャンプの時にコーチに聞いたら、半速球が強いと、速いボールが打てないんですよという話をしてたんだけど、この前小川監督とね、村上良くなりましたねっていう話したら、こいつはすごいよって、まあ監督も認めてるのね。でどうしたんですかって言ったら、誰が速かったっていう聞いたら、いやそんなに速く感じないって言うんだよ。ええ、だから苦手じゃないわけよ。それ速いボールを的確にさ、みんなじゃあ打ってるかって言ったら打ってるわけじゃないじゃない。そのなんていうの、まっすぐに弱いって言うけど、そんなに速さを感じてないわけよ彼は。うん、ただまだまだね、はい、的確に捉えるっていうことができない。それ遅いボールの方が的確に捉える確率は高いよね、はい、タイミングが合えば、はい、それはもう物理的にそうじゃん。だからこれ本当にね、これ1年間使い続けたら、今年はどうかわからないけど、結構な数字を残すような選手になってくるよ。おー、いいバッターだよ。いや、それと、はい、この前中日戦だったかな、ショートの頭の上打ったんだよ、はい、でショートが弾いたんだよね、はい、それを見てセカンドまで行ったから。おお、なんだ、走塁もしっかりできるんだ。そこもいけるんだ。次の塁も狙う、やっぱり意識もあると思う。意識もあるし、やっぱ体も動くし、だからあとはやっぱこう守備の部分、うん、これがしっかりできてくればね、もう本当に一流のプレイヤーに仲間入りするよ。うん、まあ監督は言ってたけど、本当だったら三塁手よりも一塁を守らせてやりたいなって、よりバッティングに専念できるようになるんだね。まあ安定しないし、はい、やっぱ自分も不安なんじゃない、守っててサードが、はい、だから一塁になるとやっぱそういう不安っていうかね、そういうものは取り除くことができるから、いや本当だったら一塁で使いたいんだけどなーって、でもまあちょっと併用になっちゃうなーとか言う、はい、は言ってたけど、でも監督も認めてたね、いや大したもんだってこいつはって。今年シーズン通して何本、まあその期待も込めてなんですけど、うん、これぐらい打つだろうっていうのはあります。まあ期待を込めるんだったら30本打ってほしい。やっぱ30っすよね。まあそうですね、まあ、20本はいくよ彼のポテンシャルからすると、うん、やっぱ30本の壁は超えといてほしいな、うん、そしたら来年あたりホームラン争いをしてるかもな。なるほどね、すごいっすね。なんかホームラン見ても打ち分けるじゃないですか、うん、引っ張りもあればあっちも打てるしっていう、いや両方打てる、広角にホームラン、なかなか珍しいですよね、それもね。いや珍しいよ、そこまでいける。いやそれと印象に残るあいつのホームランは、あだからそれだけやっぱりいいところで打ってるっていうことなんだろうね。末恐ろしい。いや今年20歳、今年20歳だからもう変な話、岡本選手ももしかしたら記録といえばあの最年少でみたいなのを抜いちゃうんじゃないですか。3割30本、はい、100打点、どうすか、ないことな、それは可能性どうすか、それは無理かも。まだまだ岡本はある程度経験があったからね。ああなるほど、一軍での、はいはい、まだそこで最年少で打ったというだけの話で、はい、あだからもう分かんない、まだでもあと来年もある、ね、あるんで、まあ、そうそうそう、ああ可能性中だ、22、ああらららら、あらららら、あらら、おっと、いや今年の話がな、違う違う、今年ですよ、いやいや、あらららら、先先、まあ4番候補になってきてる、まあそうですよね、本当に楽しみしかない今のところね、本当に結構絡みあるんですか。この前話をしたんです、やっぱりもうそこら辺はもうやっぱ取材も込めて、やっぱりいい選手に話をしときたいで、どういう感じで絡みいくんですか。でもねこれはすごく大事なことで、はい、例えばこの前ホームランを打ってて、はい、そのことをしっかり言ってあげるの、あ、はい、あいいホームランだったねとか言って、はい、ナイスホームランだったねとか言って言うと、やっぱ相手からするとあ見ててくれてるんだってい う、元気かとかじゃなくて、はい、ワンプレーをこすってあげると、はい、あこの人俺のこと見てくれてるんだという安心感とともに話をしてくれる。おだからこれは取材に行った時にはすごく大事にしてる俺がね。あそれ勉強になりますね。じゃあ逆に村上選手から
あのチャンネルであの場面良かったっすね。確かにね、言われるんですね。いや、言われたら嬉しいよ。いや、でもね、結構ちょこちょこ選手見てるから気をつけろ。いや、いいことですよね。いいことだけど、広めてほしいですよ。広がっていってくれるのは嬉しいけど、選手も結構見てるから。見てるんですか。プロ野球選手、携帯見るんすよ。いや、お前、移動中なんか携帯ばっかりで。いいっすね。いや、見る見る。見るっすね。だから横浜だってよく見てる。あ、いやでも結構ズバズバ豊さん言ってるんで、そうっすよ、もう結構届いてんじゃないですか。 DeNA はズバズバ言っても、はい、後輩たちだし、はい、まあまあまあそうですね、育ったお世話になった球団だから、はい、まあいいんだけど、はい、村上も見てくれてると嬉しい。いやいや本当に見てくださいよ。見てくれてると信じてますよ。本当に小川監督が言ってたよ、はい、いつも通知が来る。え、いつも赤いのが光るんだよ。登録してるから、ね、登録してるからやと、ね、ありがとう。見てんのって言ったらたまにね。たまにいつも見ろって。たまに見てくれるんですよね。はい、この回は見るんじゃないですか。でもまあでも、はい、まあ監督あっての村上だし、村上あっての監督だから、はい、やっぱ監督はあの我慢して打てない時もあります、はいね、うん、これ使い続けて一人前にしてほしいと思います。そうですね、はい、もう出なくなったらこのチャンネル見てください。はい、はい、期待してます。頑張ってください。